グラグラとニュースです。毎日抜けかけ健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、え、ラーメン、すする、ラーメン、すすって、すするはラーメン、ラーメンです、する TV、 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、おそらくすする TV 史上初なんじゃないですかね。ついに屋台のラーメン屋さんに来ちゃいましたということで、こちらです。ドン、 JR 本八戸駅から徒歩10分のところにあります小松商店さんにお邪魔してます。こちら小松商店さん、実は昨日の動画で食べたお店の後に横丁を歩いていたら、ここのお店の外観がどうしても気になったので、まあ、ここで食べなきゃちょっと男じゃないなということで、全く事前リサーチとかなしの突撃になるんですけども、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、小松商店さん、注文制です。今回は九州長浜豚骨ラーメンの細麺、麺の硬さは固めでお願いしました。ばったり見つけたお店に入るなんて久しぶりだなと思いながら待ってるだ。こちらが小松商店さんの九州長浜豚骨ラーメンの細麺固めです。どーい、そこまで白濁しておらず、さらりとした印象のスープ、やはり飲んだ後にも食べやすいようにあっさりめに作っているのでしょうかってことで、いただきます。まずはそんなスープから一口、まぶい、予想通り飲みの締めに合いそうなあっさりとした口当たり、逆にトリコがフルコースに入るかもしれないグビグビ飲めちゃうスープです。さあ、さっき言ったようにグビグビスープを飲んだら、お次は麺いきましょう。せーので、すすろう。狭い、まさに屋台の味といったほっこりするすすり心地で、菊蔵と歌丸の往年の小競り合いを見ているよ。できることなら今から熱燗でも飲んで、その後にもう一度すすりたいです。さて、お次のチャーシューはデフォでもたっぷり入っているのが嬉しい肉厚なタイプで、ご飯と一緒に食べたくなるやつ。屋台だけにやったーいなんて言いながらも、パクパク何枚でも食らっていきます。さあ、ここで一緒に行った友人が注文した餃子を一ついただいてみると、皮はパリッと中はジューシーな王道餃子、すするも頼めばよかったってな感じで、また麺との戯れを楽しんで、海苔やキクラゲもがっさり活用してアクセントを堪能したところで、替え玉を太麺でお願いしました。早速スープにどさっと投入して、よっしゃすするーめひー、表面ツルツルで風味がよく、もちもち食感がよかろうもん。2杯目は味変タイムということで、ごまや紅生姜を投入してみれば、音速ですすって本日も完食です。大変美味しくすれました。ずっとマヨネーズだと思っていたものが実はニンニクだと帰り際に気づいたので、今度は絶対にニンニクも入れたいと思います。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。いやー、小松商店さんに行ってきたんですけれども、さらりとした豚骨スープはしつこくなくて、油もそこまで多くなかったので、すごく食べやすかったですね。麺は細めのストレートで、固めで注文したのでしっかりと歯ごたえがありました。替え玉は中太麺で注文してみたんですけども、太さというよりは麺の作り方が違うなといった感じで、食感も違う感じで面白かったですね。そして友達が餃子を注文していたので少しいただいたんですけども、外の皮はパリパリ、そして中はジューシーで、すごくいい感じの餃子でしたね。そして帰り際に気づいたんですけど、卓上に置いてあったものがずっとマヨネーズだと思ってて、帰る直前に見てみたらニンニクでした。今度はニンニクを入れていただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、小松商店さん、豚骨の上に立つようにや、小松美穂。